東徹君日本の会の東徹でございま,す、えー、まず、後藤大臣にです、ねえー、質問させていただきたいと思います。えー、ワクチンについて、えー、まず質問させていただきます。まあ、ちょっと時間の都合上です、ねえー、少し順番を変えて質問させていただきます。あのー、ワクチンでありますけれども、まあ、これもあの財務省の資料でありますが、えー ワクチンの回数ですね、確保した回数、ファイザーが3億9900万回、モデルナが2億1300万回、アストラゼネカが1億2000万回、そして武田社のノババックス、これが1億5000万回ということで、トータルしますと、8億8200万回、その費用というのは2.4兆円と、このような形になっております。 で私は質問したいのは、ノババックス社のことについて伺いたいと思います。あのノババックス社、まあ、これが開発して、まあ、武田製薬が国内で生産する、まあ、これ、ワクチンでありますけれども、これ、1億5000万回分の供給を受けるですね、まあ、契約になっているわけです。まあ、ですから、8億8200万回のうちの1億5000万回分ですけれども、これ、厚労省はですね、 まず5月下旬から6月上旬にかけて、10万回分のワクチンを配送するとものとしていますけれども、1億5000万回分の濃厚接のワクチンですね、これ、最長9か月とされる有効期間になっているわけですが、これ、順次ですね、使い切ることができるのかどうか、これ、どのように活用していくのかですね、1億5000万回分、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。後藤厚生労働大臣 タケダ社のノババックスワクチンは、国内で製造が行われる非 RA のワクチンであります。あの海外の輸出規制の可能性に備えまして、新型コロナワクチンの供給の安定性を確保するとともに、実績がある組み換えタンパクワクチンであることも踏まえまして、ワクチンの 種類の多様化を図るために、1億5000万回分について、昨年9月に契約したものでございます。今後、厚生科学審議会における必要な審議を経た後に、予防接種法に基づく予防接種で使用するワクチンとして位置づけられた場合には、速やかにかつ円滑に接種を開始できるように、各自治体に接種体制の整備をお願いしているところであります。でこれに合わせて 1>, 1、2回目接種で、メッセンジャー RNA ワクチン以外のワクチンを使用した方等に接種していただくことを念頭に、5月下旬から6月上旬にかけて、まずは合計約10万回分のワクチンを配送することをお示ししたところでございます。1億5000万回分については、一度に納品されるものではなく、これから順次、納品されていくことになります。 今後の活用法については、審議会における議論の内容も踏まえつつ、引き続きしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております東徹君、ずっ、まあ、と順次使い切るというお考えということでよろしいでしょうか、はい、後藤厚生労働大臣、えー。いずれにしても有効利用をしていくということでございます。 でそういう意味では有効利用ですけれども、あの先ほども申し上げたように、海外の輸出規制の可能性に備えて、新型コロナワクチンの供給の安定性を確保する、それからあ実績がある組み換えタンパクワクチンであるということで、ワクチンの種類の多様性を確保する必要があるということで、 国民の命を守ることを第一に、こうした契約を結んで、ワクチンを確保いたしました東徹君。まあこの1億5000万回のノバックスワクチンもまあ使い切るということで、一応契約をしてるんだろうというふうに思いますが、私はあのまあこういったワクチンも大事でありますけれども、やはり今、開発しているですね国産のワクチン、この国産のワクチン、これが早くですね、 開発承認されてほしいというふうに思いますし、またこれ、使っていくべきだというふうに思っているわけですけれども、これまで厚生労働省がこの国産ワクチンの開発のために、どれだけ補助金を出してきたのか、伺いたいいたと思います厚生労働省健康局長、佐原康行君。 答えいたします新型コロナワクチンを国内で開発・生産できる体制確立しておくこと、を危機管理上極めて重要であると考えております。このため、厚労省としては、新型コロナワクチン開発・生産に取り組んでいる国内企業に対しまして、研究開発や生産体制の整備への補助、また、 有効性を検証する臨床試験の実施費用に対する補助などの取り組みを行ってきたところでありまして、これまでに約5700億円の予算を措置しているところでございます。また、企業への支払い状況につきましては、本年3月末の時点におきまして、研究費につきましては概算で464億円。 生産体制の整備への補助および有効性を検証する臨床試験の実施費用に対する補助につきましては、計1640億円の交付を決定しているところでございます東徹君。今、大臣、答弁あったようにです、ね、研究開発支援として、5700億円の予算のです、ね、補助をこれしてきたということなんですね。ところが あこの新型コロナの感染が拡大してから、ですね、まあ、2年が経過をしました、まあ、ファイザー、モデルガナーができてからも、ですねもうこれは1年以上経っているわけですけれども、まだいまだにですね国産のワクチン、これは非常に今、話があったように、まあ、日本のですね医療の安全保障上もですね非常に大事だというふうに考えますけれども、いまだにこれ、承認されていないわけであります。でえー、こののよよううな状況どのように大臣ね 受け止めておられるのか、まずお聞きしたいと思いますし、また、あのこれまでの反省を踏まえてです、ね、まあ、どうしたらです、ね、このアメリカやイギリスのようにです、ね、国産ワクチンをまあ開発から承認まで,です、ね、これ、迅速に進めていくことができるというふうに考えているのか、まあ、これまでの反省も踏まえてです、ね、えーまあ、ご答弁いただきたいと思います後藤厚生労働大臣。 新型コロナワクチンを国内で開発・生産できる体制を確立しておくことは、危機管理上も極めて重要であります。しかしながら、現在までのところ、国内開発されたワクチンは実用化に至っておらず、一日も早く実用化できるよう、各種支援策を講じております。具体的には、ワクチンの開発・生産に取り組んでいる国内企業に対し、生産体制の整備や補助、 有効性を検証する臨床試験の実施費用に対する補助などの取り組みを行っておりますでこのようなワクチン開発の経験は今後のワクチン開発にもつながるものと考えており引き続き支援を継続してまいりますまた現在新たな緊急承認制度の創設に向け 薬器法改正案を審議していただいているところでありまして、安全性の確認を前提として、有効性を推定した段階で承認できるようにする本制度の創設によって、より早く必要な医薬品等を国民の皆様にお届けできるようになると考えております。昨年のの6月にはワクチンの研究開発や生産体体制を大きく前進させるため政府が一体となって 長期継続的に取り組む国家戦略として、ワクチン開発生産体制強化戦略を閣議決定いたしました。これを踏まえ、新たな感染症発生時における迅速なワクチン開発の実現に向けて、関係府省とも連携し、引き続き国内での開発、生産の基盤整備を積極的に後押ししてまいります。徹君 まあ大臣今、まあ、ご答弁いただきましたけれどもね、まあ、補助金を出している、まあ、先ほどもありました5700億円、ね、出しているとか、まあ、これからまあ薬期法を正するんだとか、まあ、話がありましたけれども、い、あのー、まあ、未だにです、ね、これ、承認されていない、まあ、開発されていない、やっぱりこれ、遅いというふうに大臣もお考えなのかどうか、まあ、そこを率直にです、ね、お伺いしたいと思います後藤厚生労働大臣。えー、薬の開発自身は、 これはあの技術の問題でもあります創薬っていうのは有効であることとともに安全であることが必要でありましてあのそういう意味ではあの一生懸命に取り組んでおられる国産の関係の企業の関係者研究者の皆さん大いに えー、もう少しまた奮発あの、奮起して、奮発じゃないですね、奮起して、えー、研究開発に取り組んでいただけるように、われわれも創薬エコシステムを確立するために、政策的な後押しはしていきたいというふうに考えております。安妻徹君、まあ、これはの 通告しておりませんが、あのまあ、研究支援で464億円ということだったんですね。で、えーまあ、これが生産体制、有効性の、まあ、認証、検査体制の支援で、まあ、1640億円交付決定していますということなんですけれども、この金額が小さかったということはないんでしょうかね後藤厚生労働大臣、うんえーとあの、ワクチンについては、あの 数字のワクチン生産体制等緊急整備基金の支出も行っておりまして、あの施設整備等企業に補助する第一弾、それからこれが1377億円の枠の措置でありますけれども、その次に有効性を検証する試験等の実施費用の補助のための対応ということで、1200億円の措置、また次には、 試験等の実施費用の追加支援や、開発に成功した場合の買い上げ等のために、2562億円という形のワクチン生産体制と研究整備基金による支援等を行っておりまして、そうした形で必要な支援、を行っているつもりでございます。 はい、まあ、あのよくわからない答弁でありましたけれども、あの今後なんですけれども、これ、国産ワクチンがです、ね、あの開発承認が進んできて、えー、来た場合ですけれども、これはあの、国費で購入するのかどうか、お伺いいいしたいと思います。厚生労,労働省、佐原局長。 お答えいたしますあの先ほど申し上げました約5700億円の予算のうち数ではありますけれども令和3年度予算におきまして国内企業がワクチンの開発に成功した場合の買い上げに必要な予算として1300億円を措置していただいておりますあの具体的なワクチンの買い上げについてはあのその時点での有効性安全性が確認されたワクチンの供給が可能となった場合に その時点の感染状況、あるいはワクチンの中、長期的な安定確保の必要性等を踏まえてしっかりと検討してまいりたいと考えております。松君まずはとおる君ま、もうこれ以上ワクチンのことは聞きませんが、あのまあ、しっかりとですね。まあ、早く開発承認していただいてまあ、使えるような状況にしていただきたいと思います。続きまして、あの医療機関の支援のあり方についてお伺いさせていただきます。まあ、これもあの財務省に資料を見ますと。とまあ、新型コロナに関して。 医療機関および医療従事者への国費による支援、ワクチン接種費用も含みますと、少なくともこれ、8兆円程度になるというふうにされております。これだけ多くの税金がこれ、投入された結果、民間の医療法人の経営実態、これは堅調、ねまあ、でありというふうに書かれておりまして、まあ、いい状況であるということですねで。特に診療所の損益率というのは、コロナ前をです、ね、これ、上回っているということです。 で医療機関のです、ね、減収を補填することがこう目的であるならばです、ね、過、ま、大、あ、な支援にならないように、まあ、方策を取っていくということが大変大事だというふうに考えます。で、えー、その方法としてです、ね、医療機関ごとにです、ねまあ、1点10円を、例えば1.12円にするとかいうふうなことにして、まあ、感染拡大前と同水準の診療報酬を支払うと。 いう、まあ、概算方式のですねが、まあ効果的だというふうに考えます。まあ、あの、この概算方式のやり方でありますけれども、これはあの災害時の、まあ、原種補填としてもですね、これ導入されておりますし、これはあの医師会とかですね、そして四病院の団体、それから全国知事会もですね、まあ、こういった、あ、この。 診療報酬の概算払い方式にです,、ね、すべきだということを言っております。ぜひこれ、導入すべきというふうに考えますが、いかがでしょうか厚生労働省、伊勢局長、井原和君お答えいたします。今般のコロナ対応におきましては、医療提供体制の整備に向けまして、コロナ病床の確保のための支援、発熱外来や診療検査体操の確保のための支援、医療従事者の処遇改善。 感染防止対策、さまざ、あ、まな多岐にわたる課題への対応ということで、支援を行ってまいりました。でこうした取り組みは、国民に必要な医療提供体制の構築を行う上で、必要不可欠の取り組みだったと考えております。それでご指摘の,あの診療報酬の概算払い方式のご提案につきましてですけれども、まあ、診療報酬は本来、診療の対価として支払えるものでございます。で自然災害の場合に診療録等が滅出してしまったために、 診療行為を行っていたにもかかわらず、その確認ができずに、過去の実績に基づき概算要求を認めていると、こういう方式でございます。まあ、ところが、今回のあの新型コロナ対応におきましては、実施された診療行為はもうすでに明確でございまして、請求も可能であるという点で、この自然災害の場合とはちょっと異なっていると考えております。 いずれにつきましても、今後とも新型コロナに対応した必要な医療が適切に確保できるよう、普段の見直しを行って、診療報酬と補助金の適切な組み合わせで検討してまいりたいと思います東徹君。いや、これはあの、医師会も病院の4団体もです、ね、まあ、全国知事会も、こういった方法がいいんじゃないのかということで,です、ね、やっぱり要望されてるわけですから。 やっぱりしっかりとです、ね、やっぱり聞く耳を持ってです、ね、やっぱり検討していくということが私は大事じゃないのかなと、まあ、もちろんこの災害時と、まあ、コロナのときと全く一緒というわけではありませんけれども、やっぱり実際にはそういったやり方ができるわけですから、まあ、そういった方法もです、ね、やっぱり検討していくということが大事だというふうに思います。で、えー、あともう一点ですね、まあ、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、えー、もう一点お伺いしたいと思います。<laughs> あの社会福祉法人にはです、ね、社会福祉法人のまあ財務処方用の電子開示システムというのがありますけれども、このワームネットというのがあるんですね、でこれあの、今回、まあ、新型コロナのような事情によって、まあ、医療機関の経営がです、ねま、行き詰まることがないように、まあ、効率的にです、ね、支援していくためにも、まあ、こういった医療法人の経営状況が迅速,迅速にまあ把握できるワームネットのシステム、こういったものを作るべきと考えますが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。後藤 厚生労働大臣国民の命、健康を守る医療機関、中でも、基本的に独立採算で運営されている民間医療機関について、今般の新型コロナのような事態の中でも、地域で必要な医療を継続的に提供できるよう、適切に支援を行うためには、国においてこうした医療機関の経営状況を継続的に把握し、分析することが重要です。 こうした経営状況の把握、分析は、デジタル化の推進といった観点から、厚生労働省では、毎年、医療法人が都道府県に届け出を行う事業報告書や計算書類について、今年度からウェブ上のアップロードによる届出を可能にするとともに、こうした情報を国に蓄積し、データベース化することとしておりまして、 医療法人の経営状況を速やかに把握できる環境整備を進めているところでございますまた収集した情報を全国的に開示するシステムについても構築に向けて検討をしておりまして医療関係団体や学識経験者のご意見も伺いながら丁寧にしかし確実に取り組んでまいりたいと思います松間徹君 はい、まあ、ぜひですね、あのこういった社会福祉法人ではこういったシステムを作っているわけですから、医療法人においてもです、ね、同じようにやっ,ぱやっていくことがです、ね、まあ、今後、迅速な支援をです、ね、効率的に行っていく上で役に立つというふうに思いますので、まあ、ぜひ検討していただきたいと思います。で、えー、最後になりましたが、あの介護職員の処遇改善ですけれども、これ、非常に大事なことでありまして、まあ、賃金上げていくというのは非常に必要ですけれども、この,あの加算のです、ねえー、これ、もう3つなるんですね。 これあの新たな加算が増えたおかげで、介護職員の処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算、まあ、統合するところ、3つあるわけですけれども、まあ、今後です、ね、こういった事務作業が非常に大変になってくるので、これはやっぱり、できるだけ事務作業が増えないように一本化すべきと考えますが、いかがでしょうか厚生労働省老健局長、羽生英治君。 お答えいたします介護職員の給与が他の職種に比べて低い状況にあり、その人材確保に向けて処遇改善に取り組む必要があることから、介護職員につきましては、これまで類似の処遇改善に取り組んできたところでございます。ご指摘いただきましたとおり、3つの加算ということでございますけれども、それぞれの政策目的に応じまして、加算の配分対象、算定要件が異なっているものでございまして、それらの統合については、慎重な 検討が必要と考えておりますけれども、他方でご指摘いただきましたとおり、事務手続きをできるだけ簡素化していくと、これは大変重要であるというふうに考えております。まず既存の加算につきましては、2つの加算につきましては、令和2年4月から、量加算に関する手続きの一本化、その手続きに必要な添付処理の簡素化等を行ったところでございます。 まあ本年10月に創設する新しい加算につきましても、現場の方々に確実に行き渡るよう、補助額の全額を給与引き上げに充てたこと等について、自治体において確認するということは必要でございますけれども、その事務手続きにつきましては、ご指摘も踏まえまして、事務負担ができる限り、少ない形で手続きが行えるよう、今後、現行の処遇改善加算等との様式の一本化も含めまして、可能な限り事務の観測が図れるよう、検討してまいりたいと考えております。 安東徹君。はい、以上で質問を終わります。ありがとうございました。以上。おとく。